よう、さっちゃん。ナンバはどうした？弟さんに会いに行くってすっ飛んで言ったわよ。本当に無事か確認したいって。そりゃそうだろうな。でもマジでよかったよ。正直俺はもうダメかもって思ってたよ。まあたまにはいいニュースもあるもんだね。でもなんちゃんとここでお別れかな。あいつはもともと弟を探してこの町に来てたんだ。だからもう俺らとつるむ理由がねえ。そっか、そうだよね。とりあえず今はあいつを吐かせることだ。そんじゃ始めるとするか。ほどいてやってくれ。大声を上げんなよ。変な真似したら容赦なくぶん殴る。逃げようとしてもぶん殴る。聞かれたことに答えなかった時もぶん殴る。小笠原、あんたは近江連合とどうつながってんだ。どうして近江の連中を自在に操ることができるんだ。答えねえとどうなるか、さっき言ったよな。殴るなんてそんなことなさらずに。はあ、な生ぬるいこと言ってたろ。こいつは今頃近江連合はあなたのことを探しているかもしれませんね。ですがそれにはまだ時間がかかるでしょう。あなたの爪を全部剥がすくらいの時間はあるはずですよね。忘れるな。お前らのおかげで我が家は焼け落ちた。爪を全て剥がされてもそれで終わると思うなよ。分かったか。じゃあ近江連合との関係話してもらおうか。なんでお前が近江の手綱を握ってるのか、それからだ。近江の手綱を握っているのは私じゃない。でしょうね。じゃやっぱり都知事が。ああ、青木亮。そうだ、知ってるだろう。都知事は青木亮って名前を使うようになる前、もう一つ別の名前を持ってなかったか。隠すなよ、全部お見通しだ。いや、え？荒川正人。なんでその名前を。俺は昔あの人を若と呼んでた。そして若に俺は一と呼ばれてた。まだ登場会だった頃の荒川組でな。やっぱり青木亮は荒川正人だったんだ。私があの人に会ったのはもう20年近く前。留学先のアメリカだった。政治と経済を専攻していて、頭の切れる学生って印象だった。名前はその時から青木亮。ああ、もう一つの名はもっと後で知った。車椅子使ってなかった。ただ前はそうだったと聞いてた。
昔はそんなに体の具合が悪かったのか。ああ、なら多分渡米した後治療を受けたんだろう。アメリカでなら未認可の手術だろうが、金さえあれば何だってできるからな。なんでそう？アメリカで何不自由なく豪勢な生活をしてたからさ。金持ちってのは一目で分かった。まあそれを見て俺も付き合って損はない相手と思ってたよ。そして卒業して日本に戻った時、俺は改めて知った。あの人が金持ちだと思ってはいたが、そのレベルは想像以上だったということ。そして金を持ってるだけじゃなく、裏社会とも太いパイプを持ってるってことをな。うなるほど金があり、裏の力さえ動かせる。羨ましいほどの環境だ。でもあの人は何一つ満たされちゃいなかった。あの人は全く別のものを求めていた。全く別のもの？表の力だ。表の力？世の中には金にもヤクザにも従わない人間がいる。その相手を屈服させるものは表の力こそその答えだと言っていた。表の力とはつまり人気だ。あ？人気？幼稚な発想だと思ったが、何も分かっちゃいないな。じゃあ教えてくれ。文字通りの意味さ。日本の民主主義で人気者に勝てるのはそれを超える人気のある人間だけ。他の者が文句を言ってもやっかみにしか聞こえない。なるほどね。人気は金や裏の力じゃ手に入らない。だがそれを手に入れない限り、絶対的な権力も手に入らない。そしてあの人はあるポジションに狙いを定めた。それが東京都知事。そうだ、東京都知事こそこの国で最も人気を効率よく権力に変えられる存在だ。あ？なんでだよ。だったら総理大臣とかの方が偉くねえか。総理は民事党の政治家たちが内々で決める役職に過ぎない。今で言えば民事党の連中が慣れ合いで決めてるだけだ。でも都知事は1000万の都民から直接選挙で選ばれて初めてなれる役職だ。つまり得票数がそのまま権力の大きさを表すわけさ。でも金は、国家予算とか総理大臣の方が動かす金は。バカめ。都の予算規模は14兆円。アジアやヨーロッパの一国に並ぶんだ。リアルな人気に支持されつつ法外な金が扱える。これ以上の権力がどこにある？だから青木亮は私と出会った当時からすでに都知事の座を見据えてた。そして私はその遠大な計画のパートナーとして選ばれたんだ。ブリーチジャパンの設立もその通過点に過ぎない。パートナーね。しもべの間違いだろ。大変じゃねえか。若は人使いが荒いからな。ブリーチジャパンを作ったのは若の考えだ。それともあんたの？あの人のだ。世の中のグレーゾーンをなくそうってお題目も。ああ、その話を聞いた時は私も青臭い上にありきたりなスローガンだと思った。へえ。なのについてったのはなんだ？ただあの人は荒川組の力と金で最初からある程度の人員を組織できたからな。そこが他の人間にはない強みだった。政治はスローガンじゃない、結果が全てだ。結果が出せる可能性がある以上ついていって損はないと思えたからさ。やっぱ若は
あんたみてえなのを操るのがめちゃくちゃうまいな。頭が良くて金と力に弱い人間ってのよ。ちゃちゃ入れて悪かったよ。それからブリーチジャパンも結成当初はちょっとした若者の集まりとしか世間に認識されていなかった。もっぱら活動も腐敗の根絶、平等で公平な社会、そういうことをひたすらあちこちで叫び続け、金と時間を使っていた。そんだけ？そりゃ金と時間の無駄遣いってもんだ。俺も最初はそう思った。でもあの人にはその先が見えていた。よく分かっていたんだ、今の時代ってやつをな。今の時代ってやつ？腐敗を断ち平等な社会の実現、確かに聞こえのいい言葉だ。でもそんな青臭い言葉でも懸命に叫ぶ人間を誰も批判したりはしない。むしろ世間は褒めてくれる。叫ぶ人間が何者であってもだ。学もなく努力したことさえもない、そんな若者でも世直しを叫ぶだけで人々に褒められる。叫ぶ本人も何かを成した気になれる。でもそりゃファッションでやってるだけの連中だろ。そこなんだよ、私たちが集めたかったのはそういった輩だった。今の時代そういう人間は吐いて捨てるほどいる。そして予感は的中。そんな連中が私たちの元に集い始め、組織はどんどん大きくなっていった。さらに効率よく集めるため、組織の中に桜の女性も大量に用意したよ。彼女らは熱心な信者をさらに増やし続けてくれた。クメなんかもそれで釣られた口だったな。その後多少の時間はかかったが、ブリーチジャパンは全国へ広がっていった。すると思わぬボーナスもあった。ボーナス？グレーゾーンってやつを追求すると大抵地元の腐った権力者たちが関わっているものでね。そういった政治家や役人は脇が甘い人間が多い。そして同時に金と裏社会の権力にはめっぽう弱い。腐ってる連中はそういうもんだろうな。だからそういう連中に取り入って弱みを調べ上げるのは簡単だった。でも簡単な割に明るみに出れば一瞬で破滅するような裏の情報がたくさん手に入った。それがボーナスか？そうだ。その情報で我々はいつでも彼らを好きに操れる。はっ、ま、どっちもどっちだな。今ブリーチジャパンのメンバーは何人いるの？全国の支部を合わせれば常駐する人間が500。500か。ただしデモに参加するだけのものなら10万はいる。10万？そのトップにいる人間を君らは今監禁しているんだ。はっ、肝に銘じとくよ。私からも一つ聞いていいか、春日さん。あん？あんたはここで何をしてるんだ？元荒川組なんだろ？なんなら私から知事に頼んでもいい。組に戻りたければそうできるようにしてやる。ふん。よく考えてみろ、偉人さんの肩を持ってこの先どうなる？そんな面倒なこと忘れちまったらどうだ？確かに面倒なことになっちまってるな。そうだろう。だったら今すぐ私を解放しろ。それが最もお互いに良策だ。勘違いすんじゃねえ。俺は組に戻りたいわけでも、偉人さんに味方してるわけでもねえ。あ？うちの店長を殺した奴を追っかけてただけだ。
そもそもマブチやあんたらの計画なんて俺は全く知りゃしなかったんだ。頭のいいあんたならわかるよな。俺らがここまで動いてきた理由ってのは鼻から損得感情じゃねえ。強いて言いや、売られた喧嘩を買ったことがきっかけだ。そして先に喧嘩売ってきたな、そっちなんだぜ小笠原。簡単にはいかなかったな。次からはもっと慎重に言葉選ぶんだな。続きをやろうか。小笠原さんよ、ブリーチジャパンを広げて、その後あんたと若は組織の全国展開を見届けると、あの人は次のステップに移った。メディアへの積極的な露出の働きかけだ。そしてそれも狙いは的中。精力的に活動するブリーチジャパンの設立者としていろんな取材が殺到した。テレビコメンテーターにもなり、世間の評判は上々だった。笑顔の時のあの人は爽やかで、カメラ映りがとてもいいからな。若の笑顔が爽やかって、テレビ映りってそんなに大事なもんかね。大事なんてもんじゃない。発する言葉も大事だが、誰が言っているのか、その顔つきはどうなのか、それが全てと言っても。で、それから。いよいよ。ああ、そして2010年、参院選で初出馬した。その時政治にかける決意を表明し、ブリーチジャパンを脱退。表向きの話ではあるがね。だろうな。だって今もあんたはあの人の言いなりだもんな。続き話してくれ。参院選では民事党の推薦も受けて初当選、楽勝だった。そして2年前には都知事選へ立候補した。その時も楽勝だったんだろう。楽勝か。え、違うのか。知名度、好感度ともにあの人は飛び抜けていたし、資金に困ることもなかった。さらに荒川組が対立候補たちの弱みを探り出してくれていた。どう転んでも負けがないようにあらゆる手が打たれていた選挙だった。楽勝どころかパーフェクト、完全勝利だった。その勢いのまま知事就任からわずか半年後に、例のカムロ町産経作戦で登場会を駆逐し、世間はその手腕を絶賛した。まあそれも荒川組から知事に、登場会の内情が筒抜けだったおかげでできたことだけどな。その時の様子がこれだな。ああ、この極道を一掃した戦果が青木知事の人気を不動のものにしたんだ。極道を一掃って、結局すぐ近江連合の連中に取って代わっただけだぜ。確かに登場会の消えた神室町にはすぐに荒川真澄が近江の極道を引き込んだ。そしてその見返りが若頭代行の地位だったんだろう。でもそのことに世間は文句を言わなかった。近江は派手な戦争をして神室町に進出したわけじゃない。登場会が一掃されて、そこからしばらくして穏便にことを進めていたからな。でも誰か気づくだろう。登場会がいなくなったとしても、シンピラくらいどの町にもいるもんだ。それが近江なのか誰なのか、世間は興味なんて持たないよ。そこも計算づくか。まあな、
そして結果は荒川親子は手を取り合って成り上がった。親父は若頭代行に、そして知事も日本最大の組織近江連合という後ろ盾を得た。でもよ、ちょっと待てや。世間はどうであれ、警察はさすがに気づくだろう。その時警視庁は何も言わなかったのか、近江連合の東京進出に。ああ、警視庁はそれを黙認せざるを得なかった。そういう事情があってね。事情？登場会が消えてた瞬間からすぐに大門を持たないギャングがいくつも現れるようになった。彼らは少人数で思い思いの犯罪を起こすだけの連中だよ。秩序も横のつながりもなく、警察にしてみれば情報を手に入れづらい。カムロ町の検挙率は目に見えて下がり始めた。しかし近江連合が町の裏社会を牛耳ったなら、何かあっても知事や荒川組を通して話し合いができる。警視庁が手っ取り早く荒れかけた治安を取り戻すのに近江は有用だった。皮肉なもんだよ、ヤクザを消した後に必要なのがヤクザだったとはね。なるほど。おまけに警視総監は荒川組から賄賂を受け取ってる。そうだろ？つまりそのズブズブの関係を取り持ってやった張本人が都知事だったわけだろ。カムロ町も警察、知事、ヤクザががっちり三すくみとなりゃ、偉人さんのことを笑っちゃいらんねえな。あんたは何だ、何が言いたい。警視総監の堀之内は近江に町を牛耳らせて賄賂まで取ってるはずだ。そんなことまでは知らない。とぼけるな。登場会が消えた後、カムロ町に近江連合が来て、それをよしと警察が認めたってことは、そのトップだってそれを認めたってことだ。ただでそれを認めるか。堀之内はそんな人間じゃねえ。絶対にメリットがあったはずだ。何を証拠にそんなことを。だからその証拠を聞いてるんだ。何かその証拠はねえのか。あるだろう。あ？ないよ。あったとしても私が知るわけない。私は知事のしもべでしかないんだから。この野郎。足立さん、しつけよ。なあ、なんで都知事の若が今偉人町にまで手を伸ばしてきてんだ。それも若の意思なのか。ああ、ただ狙いは偉人町というより荻窪豊だ。荻窪？都知事選で圧勝し、メディア活動も高く評価されて以来、青木亮の影響力は内閣でさえ無視できないところまで来ていた。しかし民事党の重鎮幹事長の荻窪豊だけは動じなかった。さすがの貫禄だね。でも狙うにもあんたらには手強すぎる相手じゃねえの。ああ、普通に考えたら手も足も出ない相手だ。でも知事はすぐ荻窪の正体に気づいたそうだよ。荻窪は裏社会の力を飼いならしているということにね。証拠でも掴んだろ。いや、でもあの人には確信があった。なぜなら知事も同じやり方でのし上がってきた人間だ。同じ匂いを持つ人間に出会えば瞬時に見抜くものさ。荻窪を潰せばその後釜に座れるのは自分だけ。他に邪魔する者はいない。はあ、でもそう簡単に行くか。知事の行動は十分に称賛があってのこと。だからこそわざわざ偉人町に目を向け始めたんだ。偉人町には荻窪と裏社会のつながりを暴くネタが必ずあると睨んだんだよ。なぜなら同じ穴のムジナだから。てか品のない言い方だがそういうことだ。で、
その計画の実行のために偉人町のブリーチジャパンにあんたが送り込まれた。だな。そしてまずはハンピン・リューマンのマブチを取り込んだ。ひょっとして自分らには近江の後ろ盾があって、協力すれば近江でいい肩書きを約束してやるなんて、マブチにちらつかせたりしたのかな。マブチは以前から偉人帳を3つに分け合うことに不満を持っていた。その上マブチはハンピン・リューマンのナンバー2、不満分子で影響力も大きい人間、いい人間に目をつけたもんだね。そのマブチにあんたはうちの店長を殺させた。自殺に見せかけて。あの殺しが偉人さん同士を疑心暗鬼にさせる火種になった。あれを言い出したのは誰だ。マブチだよ。肉の壁を熟知してこその案だ。だがさすがに私も殺しには賛成しかねた。でも実際に店長は殺された。だとしたらあんたは賛成しなくとも誰かは賛成したんじゃねえのか。そうだろう。いえ、賛成したのはあんたのボス青木亮だろう。ある日知事にマブチの計画を報告した。リスクの大きい話だけに私はあらかじめ別の計画も考えておいた。でも知事の判断はマブチの計画で何も問題ないだった。荻窪を出し抜くには大きなリスクもやむなしと。ただしその分リターンは大きいはずだと。人を殺すのに何も問題ないかよ、バカ。そうやって肉の壁に入った亀裂を誰かさんが広げていって。俺のせいだと。気を悪くするな。お前でなくとも亀裂を見た誰かがいずれは動き、混乱は起きていた。そしてマブチはその様子にあれこれ難癖つけて、結果的には清流会を必ず抗争に引き込む気だった。そうだ、そうやって起きた混乱の中に荻窪と裏社会がつながる何かが見つかるはずだった。そして偉人さんを何十年も支えてきたという偽札事業が現れた。予想は的中したんだ。予想は的中？カッコつけてんじゃねえ。結果的に見つけただけだろ。そうだな。その情報を持ち込んでくれたのは君のお友達だったな。難波さんのおかげで偽札のこともその心臓部の位置も我々はつかむことができた。今日近江連合を大動員できたのもその情報があってこそだった。ぜひお礼が言いたい。彼は今どこかな。調子に乗るな。余計な口は聞かなくていい。はいはい。ソギー、この後はどうなる。偽札事業を潰された以上、もはや荻窪豊に特別な力はない。その時点で青木亮の目的は達成されたはずだ。今後偉人帳がどうなるかは奴の出方次第だ。コミジュルの女王ともあろうものがのんきな。何？この町もカムロ町と同じ運命さ。何だと？ここもじき近江連合に牛耳られる。もう彼らを止める肉の壁はないんだからな。そうだろう。ヤクザだ。こっちに向かってきたる。こっちの場所がバレたのか。奴らの数は？見かけたら5人くらいだけどよ、いろいろ連絡取り合ってるようだったぜ。応援呼んでんのかも。その情報もう少し早く欲しかったですね。あいつ。
わしはどうも踊れるのが鼻が利くらしい。村長、悪いな、お前らを隠しきれなくて。そんな、謝るのはこっちです。私はここだ、早く助けてくれ。小笠原さん、この手なら沢城の頭に伝えてもらいます。わかった、わかったから早く。沢城の頭？よっしゃ、張り切っていくで、皆殺しにしたりゃ。ざまみろ、してやったりだぜ。いいえ、あいにくですが、してやられました。あ？どういうこと？小笠原を連中に奪われてしまいました。はあ？どうやら痛み分けだね。いいさ、奴に聞きたいことはあらかた聞けたい。本当にすんませんでした村長。俺らは住むなと言われてるところに勝手に住んでるんだ。何されたって文句言えたぎりじゃない。でも、はい、今度人をさらうときは俺の目の届かないとこでやってくれ。わかりました。いや、そんなのもう二度としませんよ。多分カスカ、星野から電話だ。清流会の会長から？この番号にかけてきたのは初めてだ。またトラブルの予感がするな。ああ。そうか。いや、コミジルのシステムはほとんど燃やしたんでね。ああ、だから私も同じ。偉人町で今何が起きているのか知りようがない。そういや、清流会も下の連中が荒れてたんだったよな。そうだ、戸塚はそんな風に言ってた。復旧の見込み？システムがどの程度焼け残っているかによる。戻ってみなければわからないな。でもどの道今すぐには無理だね。うん、わかった。会長、何だって？清流会は何とか下の反発を抑え込んだらしい。若頭の高部が治めた。そうか、あの頭無事だったんだな。電話ってそれだけか？いや、ハンピン・リューマンで問題が発生してる。ずっと蝶と連絡がつかないそうだ。え？蝶と連絡が？生きてるか死んでるかもわからない。それでコミジルの監視システムが使えないかってことだったんだが。でも焼けちまって動かせないだろう。その通りだ。蝶は俺らにコミジルを手助けしてくれって電話をよこした。その時あいつハンピン・リューマンもクーデターが起きてるって言ってたんだ。そうしたいけど、ハンピン・リューマンは今クーデターの真っ最中でね。マブジのやつが偽札の件で下の連中煽ってやがんだよ。たかあー悪い、もうのんびり話せなくなってきた。やるしかねえな。だろ孫悲さんよ。やるしかって何をだ。蝶はよ、自分が危ねって時にコミジュルの方を心配してやがったんだ。ハンピン・リューマンじゃなくコミジュルに加勢してくれって言ってたんだぜ。その男がピンチなんだ。あんたら黙ってていいのかよ。確かに、偉人さんがオウミに乗っ取られたくねえって言うなら、ああいう男は失っちゃいけねえ。俺はそう思うぜ。カズガ、お前本気でこれから蝶のとこに行くつもりか？もちろん本気でしょ。
そうよ。いいかお前ら、クーデター真っ最中の組織のトップを助けようなんて正気じゃねえぞ。分かってんのか。正気じゃねえか。かもな。足立さんは反対か。誰が反対なんて言った。俺ももうちょいで堀之内を追い込めるとこまで来てんだ。そうよ、私たちみんなスタートはどうであれ、自分らが求めてた真実にどんどん近づいてる。そうだよ、だよな。でもそれもこれもみんな関わってきてくれた仲間のおかげだ。孫久よ、俺はあんたたちも今は仲間だって思ってるぜ。カスカ。で、できればさ、ぜひコミジュルさんにも一緒に本気になってもらいてんだが、どうかな。わかった。そう来なくっちゃ。ま、助けが欲しいかくらい町に聞きに行ってやろうぜ。で、おせっかいだって言われりゃほっときゃいい。いいよ一番、もうそんな奴らほっとけよ。ナンバ、今弟に会いに行ってたんだ。孫悲が言ってた通り生きてたよ。さっき解放もされた。そっか、よかった。本当によかったじゃねえか。ああ、なんだよ、もっと喜ばねえのかよ。それよりお前に言いたいことがある。なんだよ、改まって。一番、偉人町はもうなるようにしかならねえ。ほっとけ。え、だいたい偉人さんがどうなろうとお前には知ったこっちゃねえだろ。なんだってお前がそこまでやんだ。こんな町早いとこ出りゃいいだろ。なんでこれ以上面倒にわざわざ首突っ込む必要があんだよ。心配してくれてんのか。お前の人よし加減に呆れてんだ。そんなんだから俺みてえのにまで利用されちまうんだ。利用される？そんな風に思っちゃいねえよ。お前は弟さんのためにやるべきことをやってただけだろ。ああ、そうだよ。そのために俺は野々宮を殺した連中とも手を握ったんだぞ。あんなひでえ連中とだぞ。でも、それはよ。でもじゃねえよ。俺の手はすっかり汚れちまったよ。手だけじゃねえ、身も心も腐っちまった気がするんだ。それもこれもクソみたいなこの町のおかげでな、俺はもうこんなとこうんざりなんだよ。ナンバ、このままここにいて人の頼みばっか聞いてたらろくなことにならねえ。今の俺と同じ気持ちにお前もいつかきっとなる。そんなの嫌だろ。なあ一番、まず自分の人生を先に考えろ。18年も無所にいたんだからよ、これ以上他人の面倒に巻き込まれることはねえって。巻き込まれるのは俺だけじゃねえ、この町の連中もだ。え、もともとは青木亮と荻窪って二人の権力争いがこの町を飲み込んじまうように飛び火して全ての騒動が起きてんだ。俺はその騒動の中の一人でしかねえ。しかも他人事じゃねえんだよ。俺は青木亮とは同じ親父を持つ仲だ。向こうは認めねえだろうが、俺は若と兄弟みたいなもんだと思ってきた。だからよ、あの人がこの騒ぎに関わってると知った以上もう他人事みたいな顔はできねえんだよ。そうかよ。まさかそこまでとはな。お人よしってか。お互い様だよ。だって俺のためにさっきの言葉必死に言ってくれたんだろ。ありがてえと思ってるぜ、同じ仲間としてよ。やめてくれ、俺は仲間なんかじゃねえよ。いや、俺は気づいたんだ。俺らはやっぱ同じもん同士の仲間だよ。どこが。ナンバも俺も足立さんもさっちゃんもみんな本当のことを知りたくて、その気持ちに素直に生きてる人間なんだ。この嘘だらけの世の中に流されないで本当のことを知りたい、そういう人間の集まりなんだなって思うんだ。
だろ。もういいよそういうのは。じゃあ俺は行くぜ。そっか。でもさよならは言わねえぜ。またどっかで会えるはずだしさ。それに呼んでくれたら俺らもすぐ駆けつけるし。せいぜい達者でやってくれ。止めないの？まあ仕方ねえよ。あいつの気持ちもわからんじゃねえ。ふよし、じゃあ一丁行くか。わかってる。ソンヒ、お言葉ですが、できればとどまっていただけないでしょうか。どういうことだ。今コミジルでは皆不安にしています。ソンヒにはぜひ皆のもとにいていただきたいと存じます。うん、何とぞご理解いただきたく。え、まあいいってことよ。確かに加勢を頼んだけど、そっちもそっちで大変だもんな。気にすんな。そうはいかん。春日よ、悪いが私はコミジルを見に戻る。だがその代わりに半巡儀を残していく。いつでもお前たちと連絡がつくように。マジで？そりゃありがてえ。蝶が春日たちをよこしてくれたおかげで我々は荻窪に義理を果たせた。我々もお前たちにできる限りのことをする。役に立つ男だぞ半巡儀。なあ、知ってるよ。よう、マブチ。待ちかねたぜ、カスガ。お前らは直接この手でやらなきゃ収まらねえと思ってた。その割には俺らの首に賞金かけたって聞いたぜ。部下に丸投げしてたんじゃねえの？うん。蝶はどこだ？この建物にいる。今んとこはな。は？今んとこ？もうあの世に生きかけてる。なんだと？よう、わしらも手貸そか、マブチはん。いえ、結構です、石尾田さん。我々も安く見られるわけにはね。あなた方とはあくまで五分で、杯交わさせてもらいたいと思ってますんで。ラオマーの周りにいるのは手だれです。ナウテの殺し屋たちで。ハンピン・リューマンの切り札と言っていいでしょう。へえ。さらに奥に控えてるのは近江連合の方たちです。となるとですね。わかったわかった、いいよもう。半端ねえ状況ってことだろ。でも何聞かされたって関係ねえ。俺らが逃げりゃ蝶は死ぬ。それだけわかってりゃ十分だ。そう邪険にしないでください。カスが一番やな、踊れが。初対面で慣れ慣れしいな。あんたは荒川真澄中心さんに椅子ぶんどられて恥さらしとるもんや。何？おう天道な、見た顔やろ、あのもじゃ頭。大工がちゃかぶっぱなした男や。それが今じゃピンピンしとる。はあ、わしら大工の隠し事を見てもうたんかもしれんの。春日、やつが天道だ。頭補佐の最後の一人、元ボクサーってやつか。確かにいい言い難いしてんな。お二方はそちらでくつろいでてください。これから一つ余興を楽しんでいただきます。何か訳ありみたいだな。口が聞ける程度には生かしとく。あとはたっぷり時間をかけて可愛がってやろうな。最後にお前らが言うセリフは何になると思う？ずいぶん気持たせるんだな。へえ、早く殺してくださいだ。
でやるよ。出ろ！よっしゃ！よっしゃ！行こう！ついとる下級ランカーとチャンピオンが同じリングに上がれるかいな。オウミの名折れになる。おもろいのが出てきよった。わしら喧嘩相手がおらんようになって久しいさかいの。俺らを見逃したこと後で後悔するぜ。ほう、そいつは楽しみや。天道は飯食うとき一番うまいもんを最後まで取っとくタイプや。アホやで、あいつは。そないな真似したら他のもんに食われるがな。肩慣らしはもういいよな、みんな。バカ野郎、喋らせんな。余計な体力使っちまうじゃねえか。コミジュルの人、奥の手とかあるなら今出して。おう、使える男頼むよ。私に頼らずとも、あなた方はまだ切り札をお持ちのようですよ。だから無茶しすぎなんだよ。お前はもうお前らと一緒に面倒に巻き込まれるのはごめんだと思ったけどよ、すっきりするどころかどうにも気になっちまってよ。ナンバーだからその手伝わせてくれよ。ナンバーナンバーなんちゃ。くそ、全然かっこよくねえぞこの野郎。どこ行ってたんだよ、ちくしょう。なんや、おったんか。悪え、また裏切んのか。さすが嫌なとこズバッとついてくるぜ、本職のヤクザは。でもこれは裏切りなんかじゃねえ。俺はもう迷わねえ。はあ、悪いなあ、みんな。今日は俺の日だ。
お前のおかげで命拾いしたな。何回目だっけ？数えちゃいねえよ。なあ、ナンバー。あんた、この後予定は？え？ついでと言っちゃなんだけどよ。もうちょい手伝っちゃもらえねえか。できれば、助けてくれよ。俺にはあんたの仲間の助けがいるんだ。あのよ、あ？こんな俺を仲間だってまだ呼んでくれんのか。ああ、当たり前だろ。しょうがねえ連中だな。おお、ずいぶん上からじゃねえか。マジで、マジでしょうがねえ連中だよ。相変わらず素直じゃねえな。うるせえよ。確かにしょうがねえ連中だけど、お前の仲間だぜ。頼むぜ。ありがとう。おかえり、なんちゃん。なんだお前、泣いたのか。え、春日君、こっち。誰だよ、俺に会わせたいって。お前の昔の知り合いだってさ。ただ春日君以外の人にはまだ顔見られたくないらしい。そいつがあんたを助けてくれたってことか。まあね。と言いつつ、その人も近江連合なんだけど。名前は？聞いてない、教えてくれなかった。会ってみりゃ全部わかるか。そういうこと。お久しぶりです、兄貴。ミツ、てめえ、ミツ、おい、無事だったのかお前。無事と言っていいもんか分かりませんが、兄貴に比べりゃマシだと思いますよ。どうしてたんだ。俺、無所出てから分からねえことだらけだ。お前、最近親去ったわ。滅多には会えません。雲の上の人ですから、今のおやっさんは。そうらしいな。それでも俺は今も荒川組の組員です。近江連合にはなっちまいましたが。お前も近江なのか。長さんを助けたのは俺の独断です。バレりゃ始末されます。じゃあ俺とこうしてるのはやべえってことか。ええ、ここで話せることは多くありません。ただ一つだけ兄貴のお耳に入れときたいことが。え？荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある爆地を撃ちます。その時には一人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って？これ以上はまだ話せません。すいません。ミツ、また連絡させてもらいます。ハンピン・リューマンはこれからどうなるんだ。春日君も結構酷なこと聞くね。まあうちのおかげでもぐっちゃぐちゃだよ。肉の壁はすっかり穴だらけ。近江がその気できたらもう持たないね。
そんなにひどいのか。ああ、すぐに立て直さなきゃマジで終わり。ところがボスがこんななりじゃねえ。見てるだけで痛そうだよ。だから俺は総帥の座を降りようと思ってさ。え？ハンピン・リューマンにとってボスが誰かは大きな問題じゃない。何よりも大事なのはうちの部下たちに安心できる住処があるかどうかってこと。わかるでしょ？ああ、ハンピン・リューマンができた時の話は聞いた。でも今の俺にはそれを用意できるだけの力がない。もともと人をまとめんのは柄じゃない気してたんだけど、俺親父が先代だったからさ。ちょっと待てって。じゃあ次の総帥って誰か当てはいんのか？一人タフでずぶとそうなのがいる。春日君も知ってるよ。は？誰だよ？孫飛さん。孫飛ってハンピン・リューマンのボスにコミジュルがか？今日まで狭い壁の中でリューマンとコミジュルは水と油だったけど、その壁が崩れそうな今、お互いに背中預けなきゃ自分たちの居場所は守れない。ああ、それが納得いかないってうちのメンバーはさらに去っていくだろうね。仮にそうなったとしても偉人さんは大きく体制を見直す時だよ。なるほど、ちょっと見えてきたぜ。お、何が？孫飛がハンピン・リューマンを束ねりゃ、アジトを焼かれたコミジュルにも居場所を作ってやれる。あんたは自分の部下だけじゃなくコミジュルの連中も助けてやりたいんだろ？春日君ってさ、野暮なことまで全部口にしちゃうのな。あんたいいやつだよ。器もでけ。俺が見込んだ通り。だからやめろって。でもまあ偉人さんはお前らに大きな借りができたよ。青龍会も感謝してると思うね。青龍会か。ならあの会長からはちょいと貸しを取り立ててやるかな。え？貸しを取り立てるって？だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。あの人には聞きてえことがある。今の俺らになら話してもらえそうな気がするんだけど、あんたどう思うよ？おお、いけると思うね。案外抜け目ないじゃん春日君。じゃくれぐれも星野会長によろしく。入ってくれ。高部の頭から会長と差しで話してもいいと許しをもらいました。ああ、聞いてるよ。今日お前らが何をしてきたのかも全部な。よくやってくれた。今俺がこうしてられんのもお前らのおかげで。青龍会は無事だったんで。無事とは言わん。組の二三割の人間が家を出て近江の側に着いた。残ったもんにもわだかまりが残ってる。偉人町の三す組がまがいもんだったと聞かされちゃうな。ハンピン・リューマンの長は孫飛に総帥の座を譲ると言ってました。それも聞いてる。何でもお見通しですか。そう遠くない未来を見ることもできる。いずれ青龍会は近江連合の傘下に入ることになんだろう。え？この町のグレーゾーンにしか居場所を持てなかった人間には肉の壁こそが頼みの綱だ。だが肉の壁が崩れかけている今、彼らには死活問題が訪れる。荻窪豊が神通力を失ったと
そういった噂が政界に流れ出した。都知事がそれとなく広めてるそうだ。敵ながら手際がいい。若が長年にわたる幹事長の偽札ビジネスそいつが世に出りゃ民事党は吹っ飛ぶだろう。だから知事はこの件で口を紡ぐ代わりに荻窪の後釜に収まることができる。あの若さで幹事長とはな。よくわかんねんですが、幹事長ってそんなに偉いんすか？幹事長の役割は選挙の指揮と勝利だ。今の青木亮になら思いのまま候補者名簿を作れる。つまり日本の与党を、この国を好きなようにできる。この国を好きなように。だから奴の次の一手は総理に解散総選挙を迫ることだ。解散総選挙？バカな、このタイミングで。総理、荻窪先生に頼れなくなった今、さぞ不安をお感じでしょう。ですが私にはあの人よりも総理をお支えできる力があります。今総選挙となれば議席の3分の2以上を確約しますよ。何か具体的な策があるのかね。民事党が弱い選挙区にはブリーチジャパンの支部長たちを立てます。どの地域でも彼らは強い支持を受けています。何よりこの私が後ろ盾ですから、我が党の圧倒的勝利であなたの個人的な政治悲願も叶うでしょう。おお。総理は今ご自身に党内の求心力があるとお思いですか？荻窪先生の後ろ盾もなく。答えにくい答弁は議場でだけにしてほしいね。私を幹事長にした上で解散総選挙、それが飲めなければ荻窪先生の裏の仕事が世に出ます。現政権どころか民事党も消し飛ぶでしょう。いや、しかし都知事が幹事長を兼任した前例など、何より年齢が若すぎる。なら私を止められる年寄りを連れてくればいい。もちろんそういう人がいればの話ですが、どこかにいらっしゃいますかね。肉の壁を崩したのは青木亮の野心だ。近江連合を動かし真淵を操った。それをやれるのが今の青木亮の力だ。いや、荒川雅人だったな。春日、今お前が事の渦中にいるのは巡り合わせに過ぎん。ソープの店長が死んだ時、その場に居合わせたのは偶然だった。そう思うよな。はい、そうですね。だがお前が偉人町に流れ着いたのはおそらく必然だろう。え？どういう意味で？いつかの偽札、今あるか？会長はこれを誰が俺に持たせたか知ってるっておっしゃいましたよね。ああ、
その偽札を持っていることができた人間はこの世にただ一人。誰なんです、それは。荒川真澄だ。おやっさん。いや、でも俺はそのおやっさんに撃たれて。ああ、お前は荒川に撃たれた。だが荒川はお前をこの町に運び込ませるために撃ったんだとしたら。え？その偽札はこの俺への紹介状だ。もしもお前が俺の元にたどり着いた時、春日一番が荒川真澄の身内だとそう知らせるためのな。紹介状って、なんでそんなやり方を。俺の見立てじゃ、青木亮の野心とはまた別の動きが荒川にはある。別の動き？それ一体。そこまではわからん。だがそれを紹介状として使ったのなら、よほどの事態だと察するがな。会長、あなたと大家さんとはどういう。そいつは長い昔話になる。だがその話をするのにふさわしい場所はここじゃねえ。平安楼だ。平安楼。俺と荒川との因縁は全部あそこから始まった。北京ダッグが好物らしいな、あいつは。ええ。明日のランチでお前にも食わせてやる。席を予約しておこう。村長。ん？うちの相棒が気になっていることがあるってんで来ました。俺がここに運び込まれた時の話です。あの日あんたが一番を見殺しにしなかった理由、そして病院に運ぶでもなかった理由、もしよかったら話しちゃもらえませんか。そうか、わかった。話してもいい。どうせもう潮時だろうからな。潮時。ああ、このホームレス街には昔から秘密の取り決めがある。ここで村長と呼ばれるまとめ役に代々引き継がれてきた掟だ。掟？そりゃどういう。不定期に運び込まれてくる死体の処理だよ。え？死体の？それを運び込んでくるのは荒川組ってカムロ町のヤクザだ。見返りに俺たちはいくらか握らせてもらう。荒川組って、マジっすか。でも昔からってことは登場会の時の。詳しくは知らん。ただそういう仕組みができてた。俺がここに住み着くずっと前からな。処理する死体はいろいろだ。撃たれたのやら刺されたの殴られたの、どんなんだろうがゴミの山の下に穴掘って埋めちまう。何体埋まってるかは知らん。バブルの頃は月に一度はあったらしい。俺が村長になった後も3人運び込まれてきた。殺しの荒川組か。ただし運ばれてきたのに息があった場合はさらに裏の取り決めがある。いや、今までの話も十分裏でしょ。運び込まれた人間に息があった場合は死んだことにして救って逃がす。え、なんでそんなこと。自分を死んだことにしたいって人間はいつの時代にもいるもんだ。借金で夜逃げしたいやつ、組織に狙われて逃げているやつ、
そういう連中をここに送り込んで死んだことにして逃がしてやる。もちろん代わりに金は取るんだろうがな。とはいえ荒川組にしたってバレちゃまずい仕事だ。だから滅多にないケースなんだがな。じゃあ俺の場合もその取り決めがあったからあんたは俺を助けてくれた。そういうことだ。俺を運び込んできたのはどんな奴でした？荒川組のもんだろうが俺もそんなのまで確かめやしない。そいつは車のトランクから血まみれのお前さんを下ろして、そして相場通りの金を俺に握らせるとすぐに帰ってった。最後まで一言も口を聞かずにな。すまねえな、イチ。死んでくれ。頼んだぞ、イチ。なんだ今の。ん？おやさん、俺を撃った後何か言ってたみたいなんだよ。多分頼んだぞ、イチって。なんだそれ。いや、確かに言ってたんだ。夢じゃねえと思うんだがよ。よう、一番。希望を持つなとは言わねえ。だがな、お前がここに来た時マジで生きるか死ぬかの瀬戸際だった。ちょっとした行き違いがありゃ死んでたはずだ。お前が荒川のことを信じたくなってるのはわかるけどよ、俺にはちょっと。それでもおやっさんは俺を撃たなきゃならなかった。会合に来てた他の極道たちの目があったから。ん？いや、なんでもねえよ。忘れてくれ。先にやらせてもらってるよ。いいんですか、ごちそうになっちゃって。お前がおごってくれんのか。そうしたいですけど、支払いはこれじゃあまずいですもんね。どうやらゆっくり飯を楽しむ気分じゃないか。うまい北京ダック、俺にも気持ちよく食えるようにしてください。あなたとおやっさんがそういう関係なのか。俺に気持たせたのはあなたですよ。異人町の偽札は戦後間もなくから人知れず作られていた。先代の清流会と半品流マン、その一握りの幹部だけが知る極秘の事業だ。ただしその他に何人か偽札の運び屋を雇ってもいた。運び屋？そのうちの一人が旅回りの役者だった男、荒川敏夫だ。そいつは荒川真澄の父親だ。え？ある時彼はトランクいっぱいに詰めた1億あった偽札を紛失してしまったと言ってきた。そいつはどんな理由だろうが許されることじゃない。清流会は他の運び屋たちの手前けじめをつけなければならなかった。だが偽札のことを知る人間は一握りの幹部だけだ。けじめを取るにしても組の下っ端に任せることはできなかった。だから先代は
いずれ組の跡目になる俺にその役を命じた。ってことはまさか会長。そうだ、つまり俺は荒川敏夫を、荒川真澄の父親を殺した人間だ。荒川敏夫と個室にいたのが誰かは事の直前まで知らなかった。それがまだ14の息子だと分かった時にはもう引き返すことはできなかった。殺された親を最初に発見するのがその子になる。そう分かっててもなおだ。後で知ったことだが、偽札が紛失したのは荒川敏夫の妻とその愛人が盗んだからだった。二人は海に沈んで消えた。死体も上がっちゃいないがな。じゃあ大家さんは両親を一度に。ああ、そして座長を失った一座もその後解散。荒川真澄は役者仲間数人と流れ者になった。何者も頼れない彼らが生きるには極道にでもなるしかなかったんだろう。東京の神室町でな。荒川が入ったのは東上界の枝で氷川興産って組だ。ずいぶんきついとこだったらしい。殺しも平気で請け負うような組だったみたいだからな。だから氷川興産はしょっちゅう死体の処理に追われていた。マジですか。荒川真澄も当然それを手伝わされたわけだが、ただその死体の始末に彼はわざわざ横浜の偉人町のホームレス街を使うようになっていった。え？東京の組なのにどうして？少しでも横浜に来る機会を増やすためだ。そうすれば父親が殺された町で犯人を探すことができるからな。そうか。その時からおやさんは偉人町のホームレスと死体の始末を。荒川は偉人町に通っては執拗に前科者や極道の顔を探し続けた。たった一つの手がかりを頼りにな。あの日一瞬だけ見た怪しいボーイの顔、それだけをひたすら追い続けた。そして事件から7年が経っていたある日、俺のもとにこの平安楼への招待状が届いた。差出人は荒川真澄。素性を隠す気もないその手紙に、俺は逃げられるもんじゃないと悟った。だからボディーガードも誰もつけず、俺はたった一人で荒川からの招待に応じたんだ。一人で？でもそれは危ねえだろうな。きっと殺されるだろうと思ったさ。じゃあどうして？どの道ろくな死に方はできん関与だ。あの時の子供に殺されるのならいくらかマシなんじゃねえかってな。俺にとってあの殺しは喉に刺さった小骨みてえに引っかかってずっと消えなかった。今お前の座ってる席に荒川も座ったよ。ここに？まだ二十歳を過ぎたかどうかってその目は
もう何人も殺めてすさみきっていた。そして俺はなぜ荒川敏夫をやらなきゃならなかったのか、その理由をありのままに伝えた。どうせ殺される身だ。偉人帳の秘密だった偽札のこともすべて話した。その間銃を手にしていた荒川はいつでも好きな時に俺を殺せたはずだった。だが俺の話に全く口を挟まず、すべてを聞き終えると荒川はゆっくりと席を立った。そのまま出て行こうとする荒川を俺は引き止めた。復讐しに来たんじゃねえのかってな。で、おやっさんは？あんたがふてぶてしく俺の正体を無視してくれりゃ背中から撃てたのにな。そう言って出てったよ。おやっさん。1984年に日本の満札は聖徳太子から福沢諭吉に変わった。その時自分の組を持つまでになっていた荒川に俺は贈り物をした。贈り物？ああ、福沢諭吉が書かれている新しい偽札を贈ったんだ。それもわざわざ裏面を白紙にした特注のエラー品をな。なんでそんなものを。説明は難しいな。まあ強いて言えば恩義とけじめの気持ちだ。恩義とけじめ。ああ、俺は荒川の招待を受けたあの日殺されるはずの人間だったんだ。だが彼は俺の命を取らず、胸に仕えていたものさえ消し去ってくれた。それだけじゃねえ。偉人さんの均衡を保つことも彼のおかげで続けられたと言っても過言じゃねえんだ。すげえ。荒川には途方もない恩を受けた。だがけじめの気持ちも忘れちゃならねえとずっと思ってきた。その気持ちの印がそのエラーの偽札だ。偽札の秘密は俺や偉人帳の急所だ。だがその秘密が保たれ、ずっと偉人さんが成り立っているのは荒川のおかげだという気持ちと、そしてもし俺を生かしておいたことが見込み違いだと思うことがあれば、いつでもそいつを使って俺を好きにすればいい。その二つの気持ちがそれなんだよ。そのつもりで実は裏書きに一筆入れたな。恩義平衡を忘れず、賞や罰を常に適切に与えられるという様子を例えた言葉だ。俺が背負っているものにふさわしいと思って書いたんだが、さすがにほとんど消えちまったようだな。そういうことだったのか。しかし今その偽札を持った男が俺の前に現れた。それは俺だけにわかる荒川からのメッセージに他ならない。お前という男が荒川真澄にとって大切な身内だということだ。おやっさんが
俺を大切な身内だと。荒川もその偽札の大事さは理解しているはずだが、だがな、それを手放しお前に託した意味をお前も理解すべきじゃないのか。だとすれば、カムロ町でお前を撃ったのは荒川の本意じゃなかったと考えるべきだ。撃ったのは殺すために撃ったんじゃなく、お前を生かして俺の元へたどり着かせるために撃った。違うか？今俺にわかるのはせいぜいここまでだが。いえ、ありがとうございます会長。そっか、やっぱそうか。うん、でも判断すんのはお前さんだ。俺は知ってることを話して。ねえ、いいんです、十分です、信じます。そうかい。ええ、俺の仲間も同じことを言ってたんです。俺にとっちゃその仲間ももちろん会長も信頼できる人です。だから信じれるんです。そして俺自身もおやっさんを信じなきゃいけねえって改めて思いました。春日。はい。お前、荒川とは血縁か？まさか。そんなんじゃありませんよ。そうか。あいつはいい若い衆を持って幸せもんだな。親としてさぞかし鼻が高いだろう。